皆さん、こんにちは。少林寺憲法世界連合会長の総工馬です。2022年がもう終わろうとしていますが、皆さんにとって今年はどんな一年だったでしょうか今年2月、ロシア軍がウクライナに軍事侵攻しました。今もなお戦闘が続いています。ロシアにもウクライナにも少林寺憲法の仲間が暮らしていることは皆さんよくご存知だと思います。 両国の剣士たちが置かれた状況や心情を思うと、私も深く心が痛み、常に心配しています。多種多様な人間社会をよりサステイナブルなものとするためには、自分の常識や価値観だけにとらわれず、相手を知り、認め合い、そして助け合うという考え方が欠かせません。それはまさに少林寺憲法の思想そのものであり、そこに 小林寺憲法が存在する価値があるのではないでしょうか。COVID-19 のパンデミックによって、どんなに人の往来が制限されようとも、Zoom 等を利用すれば仲間や家族と楽しい時間を共有し、良い影響や刺激が得られることを実感しました。来年2023年10月には、いよいよ日本の東京で、 世界大会、香川県のワスコ本部で国際講習会を開催しますので、より多くの皆さんに少林寺憲法が創始されたこの日本へ集まっていただき、そこでこれまでに得た理解や知恵をより確かなものにしていきましょう。そして、それを契機にして少林寺憲法の普及活動を加速させ、ワスコをもっと盛り上げていこうではありませんか。 2023年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう記念しています。